ポルトガル共和国、通称ポルトガルは南ヨーロッパのイベリア半島に位置する共和制国家。首都はリスボン。北と東にスペインと国境を接し、国境線の総延長は1 2 1 4トルに及ぶ。西と南は大西洋に面している。ヨーロッパ大陸部以外にも大西洋上にアソーレス諸島とマデーラ諸島を領有している。 ポルトガルはユーラシア大陸最西端の国であり、ヨーロッパでいち早く海外に進出し、最初に中国や日本などの東アジアと接触した国でもある。正式名称はポルトガル語で、ラプーブリーカ・ポルトゲーザ・プベータ・リック・パート・イージー。通称、ポルトガル・パート・アル。日本語の表記は、ポルトガル共和国。通称、ポルトガル。漢字表記は、武道牙で、 ほと略される。これは、関東語の発音による漢字表記に由来し、19世紀の中国南部で生まれ、日本を含む周辺国に伝わった表記である。それまでは、ナミシカ、森ラジホリウドメガリュカバノレートカ等の多くの表記もあったが、幕末期より、日本でも武道牙の漢字表記が優勢となっている。英語表記はポルトガル、国民、 形容詞はポーチュギーズ。国名の由来は、ポルトのラテン語名である、ポーショスケールが点火したものとされている。現在から3万5千年前には、クロマニョン人がピレニエ山脈を越えて、イベリア半島に進出し始め、ポルトガルにも、コア川沿いに、動物壁画が残されている。紀元前3000年頃に新石器時代に突入すると、この地でも農業が始まった。 紀元前1000年頃にイベリア半島に到達したフェニキア人によって青銅器文明がもたらされギリシャ人もこの地を訪れた。当時この地にはイベリア人が定住していたが紀元前900年頃から断続的にケルト人が侵入を続けた。紀元前201年に第二次ポエニ戦争に勝利したローマ共和国はそれまでイベリア半島に進出していたカルタゴに代わって 半島への進出を始めた。先住民のルシタニア人は、ビリアトゥスの指導の下で、ローマ人に抵抗したが、紀元前133年にはほぼローマによるイベリア半島の平定が完了し、現在のポルトガルに相当する地域は、属州ルシタニアとガラエキアに再編された。これ以降、ローマの平和の下で、イベリア半島のラテン化が進んだ。 期限560年のイベリア半島の勢力図。スエビ王国と西ゴート王国が並立している。ピンクはローマ領ヒスパニア属州ローマ帝国が衰退すると、イベリア半島にもゲルマン人は侵入を始めた。411年にガラエケアに侵入したスエビ人はスエビ王国を建国し、西ゴート人の西ゴート王国がこれに続いた。 西ゴート王国は585年にスエビ王国を滅ぼし、624年に東ローマ領を占領、キリスト教の下でイベリア半島を統一したが、内紛の末に711年にウマイヤ朝のイスラーム遠征軍によって国王ロデリックが戦死し、西ゴート王国は滅亡して、イベリア半島はイスラーム支配下のアルアンダルスに再編された。 アンダルスには後ウマイヤ朝が建国され、西方イスラーム文化の中心として栄えた。キリスト教勢力のペラーヨがアステリアス王国を建国し、722年のコバドンガの戦いの勝利によってイベリア半島でレコンキスタが始まった後、868年にアステリアス王国のアルフォンソ3世はガリシア方面からポルトゥカーレを解放し、ビマラペレスを 最初の白爵としたポルトゥカーレ伯領が編成された。1 9 9 6年にこのポルトゥカーレ伯領とコインブラ白領がアルフォンソ6世からポルトゥカーレ伯領を受領したブルゴーニュ出身のキシエンリケでボルゴーニアの下で統合したことにより、現在のポルトガルに連続する国家の原型が生まれた。ポルトゥカー白のアフォンソエンリケスは1139年にオーリッケの戦いで、 村人町を破ったことをきっかけに自らポルトガル王アホンソ一世を名乗り、カスティーリャ王国との戦いの後、ローマ教皇の裁定によってサモラ条約が結ばれ、1143年にカスティーリャ王国の創始化でポルトガル王国が成立した。ポルトガルにおけるレコンキスタはスペインよりも早期に完了した。1149年には十字軍の助けを得て、 リスボンを解放し、1249年には、最後のムスリム拠点となっていたシルベストファロが解放された。レコンキスタの完了後、首都が1255年にコインブラからリースボンに、セントされた。1290年には、ポルトガル最古の大学である、コインブラ大学が設立された。また、1297年には、カスティーラ王国との国境を定めるために、 アルカニーゼス条約が結ばれ、この時に定められた両国の境界線は現在までヨーロッパ最古の国境線となっている。また、この時期にポルトガル語が文章語となった。ディニス一世のもとで最盛期を迎えたボルゴーニャ朝は14世紀半ばから国史病の影響もあって衰退し、百年戦争と連動したカスティーリアとの戦争が続く中、1383年に、 発生した民衆放棄をきっかけに、親カスティーリャ派とハンカスティーリャ派の対立が激化した。最終的にイングランドと結んだハンカスティーリャ派の勝利によって、コルテスの承認のもとで1385年にアビス朝が成立し、ポルトガルはカスティーリアから独立した。16世紀ポルトガルの領土拡張ヨーロッパで最も早くに絶対主義を確立したアビス朝は、 海外進出を積極的に進め、1415年にポルトガルはモロッコ北端の幼少セウタを攻略した。この事件は大航海時代の始まりのきっかけとなり、以後、エンリケ航海王子を中心として海外進出が本格化した。ポルトガルの探検家はモロッコや西アフリカの沿岸部を攻略しながらアフリカ大陸を西回りに南下し、1482年には 今後王国に到達1488年にはバルトルメウディアスがアフリカ大陸南端の希望ミネを回り込んだ1492年にグラナダ戦争に勝利してレコンキスタが集結したスペインが1494年にポルトガルとトルデシアス条約を結びヨーロッパ以外の世界の分割を協定した条約に基づいて ポルトガルの探検家の闘神はさらに進み、1498年にバスコダガマがインドに到達した。また、1500年にインドを目指したペドロ・アルバレス・カブラルがブラジルを発見し、ポルトガルによるアメリカ大陸の植民地化が進んだ。以後、ブラジルは1516年にマゲーラ諸島から佐藤・キビが持ち込まれたこともあり、黒人奴隷貿易によってアフリカから 多くの人々がブラジルに連行され、奴隷制砂糖プランテーション農業を主産業とする植民地となった。ブラジルはポルトガルに富をもたらすと同時にブラジルそのものの従属と低開発が決定づけられ、ポルトガルにもたらされた富はイギリスやオランダなどヨーロッパの先進国に流出し、イスパのアメリカの近隣とともに、資本の本源的蓄積過程の減少になった。一方、 1509年の DU 沖の海戦で勝利し、インド洋の政界権を確保して、マラッカ、ホルムズとさらに闘進した、ポルトガル人は、1541年から1543年には、日本へもやってきた。ポルトガル人の到達をきっかけに、日本では南蛮貿易が始まり、織田信長などの有力大名の保護もあって、南蛮文化が栄えた。さらに、 1557年には民からマカオの居留権を得た。この時にポルトガル商人は日本人や中国人らを奴隷として買い付け、奴隷貿易を行い、16から17世紀にかけて続いた。ジョア安4世の即位こうしてポルトガルは全世界に広大な植民地を獲得したが、国力の限界を超えた拡張とインド洋の 高領貿易の衰退によって16世紀後半から徐々に衰退を始め、さらにモロッコの内紛に乗じて統治の征服を目指したセバスティアン一世が1578年にアルカセルキビールの戦いで戦死したことにより決定的な危機を迎えた。アルカセルキビールの戦いの余波は最終的に1580年のアビス長断絶による ポルトガルのスペインハプスブルク朝併合に帰結した。スペイン併合後もポルトガルは形式上道訓練合として、それまでの王国機構が存置されたため当初は不満も少なかったが、次第に抑圧に転じたスペインへの反感が強まり、六6 4 0年のカタルーニャの反乱をきっかけとしたポルトガル王政、復古戦争により、スペインから独立し、ブラガンサーサが成立した。 一方、この時期に植民地では、スペイン併合中の1624年に、ネーデルラント連邦共和国のオランダ西インド会社が、ブラジルに侵入し、サルバドール・ダ・バイアヤを占領した。ブラジル北東部に、オランダが、オランダ領ブラジルを成立させたことにより、ブラガンサ・朝サの独立後の1646年に、これを危機と感じた王家の計らいによって、 ブラジルが広告に昇格し、以降ポルトガル王大使はブラジル公を名乗るようになった。1654年にオランダ人はブラジルから撤退し、1661年のハーグ講和条約で賠償金と引き換えにブラジルとポルトガル領アンゴラの領有権を認められた。アフリカではアンゴラの支配を強化したポルトガルは1665年に 混合王国を事実上滅ぼした。また、この時期に、モザンビークの支配も強化されたが、18世紀までにそれ、以外の東アフリカ地域からは、オマーンザンジバルによって駆逐された。南アメリカでは、トルデシアス条約で定められた範囲を超えて、バンダオリエンタルにコロニアとサクラメントを建設し、以降南アメリカでスペインとの戦争が続いた。 1696年にはブラジルでパルマーレスのズンビを破り、ブラジル最大の逃亡奴隷国家キロンボ、ドス・パルマーレスを滅ぼしたことにより支配を安定させ、1750年にはスペイン帝国とマドリード条約を結び、バンダオリエンタルと引き換えにアマゾン川流域の広大な領有権を認められ、現在のブラジルにつながる国境線の前進を果たした。 広大な植民地を獲得したブラガンサ長は17世紀から18世紀にかけて植民地、特にブラジル経営を進めることによって繁栄を保とうとし、ヨーロッパの戦乱には中立を保ったが、産業基盤が脆弱だったポルトガルは1703年にイギリスと締結したメッシュエン条約によって、同国との間に経済的な従属関係が成立した。 1696年に、ブラジル南東部のミナスで金が発見され、ゴールドラッシュが発生したため、ポルトガルには多量の金が流入したが、そうして流入した金の多くはイギリスに流出し、国内では、車史や建築に使用され、産業を生み出さないまま貴族と聖職者が牽制を、フルー絶対主義が続き、ピレネー山脈の北部との社会、経済的な隔絶は大きなものとなった。 1755年のリスボン王自身の後、ジョゼ一世のもとで権力を握った、セバスティアン・デカルバーリョはポルトガルにおける、啓蒙先生君主の役割を果たし、工業化や王権の拡大、植民地経営の徹底、イエズス会の追放などを行ったが、ジョゼ一世の死後には権力を失った。 1777年に即位したマリア一世の時代にもポンバルコが進めた政策は続いたものの1789年のフランス革命によってフランス革命戦争、ナポレオン戦争が勃発すると国内が親英派と親仏派の対立で揺れる中で1807年11月にジュノー将軍がリスボンに侵攻し王室はブラジルに逃れたポルトガル本国は 半島戦争に突入し、介入したイギリス軍の占領を被むる一方で、以後1808年から1821年まで、南米のリオデジャネイロがポルトガルの正式な首都となり、1815年にはブラジルが王国に昇格し、ポルトガル・ブラジル及びアルガルベ連合王国が成立した。フランスは1811年にポルトガルから撤退したが、 王室はブラジルから帰還する気配を見せなかった。19世紀末までにポルトガル帝国が領有した経験を持つ領域、ナポレオン戦争終結後も王室は戦闘先,先のブラジルに泊まり続け、ポルトガル本土ではイギリス軍による軍政が続いたが、イギリス軍への不満を背景にした民衆放棄により1820年にポルトで自由主義革命が勃発し、10月に イギリス軍は放逐された。翌1821年に召集されたコルテスでは憲法が制定され、ジョアン6世がポルトガルに復帰し、立憲君主制に移行した。ブラジルでも革命を受けてジョアン6世が帰国すると、ブラジル人の国民主義者たちによる独立運動が盛んとなり、ブラジル独立戦争の末2822年にジョゼーボ・ボニファシオラを中心とする。 ブラジルジンブルジョアジーたちがポルトガル王太子ドンペドロを皇帝ペドロ一世に擁立しブラジル帝国が独立したブラジルの独立によってポルトガルは最大の植民地を創出した戦乱でそれまでの産業基盤が崩壊していたポルトガルにとってそれまで多大な富をもたらしていたブラジル創出の影響は非常に大きなものとなったブラジルの独立後 国内の自由主義者と保守主義者の対立を背景に、ブラガンサ王家の多い継承問題が、きっかけとなって1832年から1834年まで、ポルトガル内戦が続いた。内戦は自由主義者の勝利に終わり、自由主義側の代表となった、元ブラジル皇帝ペドロ一世が、ポルトガル王ペドロ四世に即位することで幕を閉じた。その後、 自由主義者と保守主義者の主導権争いが続き、1842年にブラジル帝国憲法をモデルにした君主権限の強い検証体制が確立され、農村における大土地所有制と零細農民の並存という土地所有制度が維持された。検証体制の下でロタティビズイモと呼ばれる二大政党制が確立され、鉄道の普及が進んだことによる、 国内市場の統一も進んだが、ポルトガルにおける議会制民主主義は、貸し傷もと呼ばれる農村部の母子支配がその実態であり、権力を握ったブルジョワジー主導の大土地所有制度の拡大が進んだ。さらに、大土地所有制の強化による余剰労働力の受け皿となるべき、工業化が進まなかったこともあって、19世紀後半から20世紀後半まで多くのポルトガル人が、 ブラジルやポルトガル領はアフリカ、西ヨーロッパ先進国に移住することとなった。また、19世紀になっても工業化が進まず、農業においても徐々に国内市場が外国の農産物に席巻されるようになったため、ポルトガルのブルジョワジーは新たな市場を求めてアフリカに目を向けた。それまでにもブラジル創出の直後からアフリカへの進出は進められていたが、19世紀末の アフリカ分割の文脈の中で、ポルトガルのアフリカ政策も活発化した。列強によるアフリカ分割が協議されたベルリン会議後の1886年には、大西洋のポルトガル領アンゴラとインド洋のポルトガル領モザンビークを結ぶバライロ地図構想が打ち出されたが、1890年にアフリカ縦断政策を掲げていたイギリスとアンゴラモザンビーク間に存在した。 現在のザンビア、マラウイ、ジンバブエに相当する地域をめぐって対立したポルトガル政府がイギリスの圧力に屈する形でこれらの地域を失うとアフリカにおけるポルトガル領の拡張は頓挫した。この事件がきっかけとなって共和主義者による王政への批判が進み、王党派は共和主義者による攻撃を受けることになった。そのにも年に マカオの統治権を清より獲得している。共和制革命の偶意が1910年10月3日に共和主義者が反乱を起こすと、反乱は共和主義に共鳴する民衆放棄となり、国王マヌエル2世が早期に亡命したこともあって、1910年10月5日、革命が成功し、ブラガンス朝は倒れ、ポルトガルは共和制に移行した。翌1911年には、 急進的な1911年憲法が制定され、反乱を扇動した王党派を排除して、共和国政府は支持基盤を固めた。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、アフリカのドイツ植民地と国際社会の共和制への支持を求めた政府は1916年にドイツ帝国に宣戦布告した。しかし、参戦が、 食料危機などの社会不安をもたらすと、戦時中の1917年に、シドニオ・パイスが、クーデターで政権を獲得するなど、政治不安が、顕在化し、現状の植民地保持が認められた以外に、ポルトガルにとって、利益なく、第一次世界大戦が終結した後も、政治不安は続いた。幾度かのクーデターと、内閣崩壊を繰り返した後、 1926年5月28日クーデターにより、マヌエル・ゴメス・ダコスタ将軍、ジョゼ・メンデス・カベサ・ダス将軍を主犯とする軍事政権が成立し、第一共和制の崩壊とともに、革命以来の政治不安には終止符が打たれた。軍事政権のオスカル・カルモナ大統領のもとで、財務省、アントニオ・サラザールが混乱していたポルトガル経済の再建に成功し、世界恐慌も乗り切ると、 サラザールは徐々に支持基盤を広げ、1932年には首相に就任した。翌1933年にサラザールは新憲法を制定し、独裁を開始。エスタドの防衛体制が確立された。対外的には、ナチス党政権下のドイツやファシスト党政権下のイタリアに近づき、スペイン内戦ではフランシスコ・フランコを支持したサラザールだったが、 体内的にはファシズムよりもコーポラティズムを重視し、第二次世界大戦も親連合国的な中立政策で乗り切ったため、戦後もエスタドノボ体制は維持されることになった。第二次世界大戦後、反共政策を維持したサラザールは、ポルトガルの北大西洋条約機構や国際連合への加盟に成功し、こうした西側諸国との友好政策もあって1950年代は、 経済が安定する。一方、サラザールの独裁体制に対する野党勢力の反対は、1958年の大統領選挙に立候補した反、サラザール派のウンベルト・デルガード将軍が敗れたことが合法的なものとしては最後となり、1961年のエンリケ・ガルバン隊役隊員が指導するイベリア解放革命運動による、 サンタマリア号乗っ取り事件が失敗したことにより、非合法な闘争も失敗に終わった。国内では学生や労働者による反サラザール運動が激化したが、サラザールはこれらの運動を徹底的に弾圧した。アンゴラに展開するポルトガル軍。脱植民地下時代にもポルトガルはアフリカの植民地維持のために戦争を続け、 植民地とポルトガル双方に大きな傷跡を残す激しいゲリラ戦争が繰り広げられた一方、植民地政策では第二次世界大戦後に世界が脱植民地化時代に突入していたこともあり、1951年にサラザールはポルトガルの植民地を海外州と呼びかえ、ポルトガルに植民地が存在しないことを理由に形式的な同化主義に基づく 実質的な植民地政策を続けたが、占領されていた人々に芽生えたナショナリズムはもはや、実質を伴わない、同化政策で埋められるものではなかった。1961年2月4日に、国際共産主義運動系列のアンゴラ解放人民運動が、ルワンダで刑務所を襲撃したことにより、アンゴラ独立戦争が始まり、同年12月には、 インド軍が返還を要求していたゴア、ディウ、ダマンのポルトガル植民地に侵攻し、同植民地を創出した。ギニアビサウでも1963年には、ギニアカーボベルデ独立アフリカ島によってギニアビサウ独立戦争が始まり、モザンビークも1964年にはモザンビーク解放戦線によってモザンビーク独立戦争が始まった。サラザールは、 国内の反体制派を弾圧しながら植民地戦争の継続を進め、経済的には国内の大資本優遇と外資導入による重工業化を推進して経済的基盤の拡充を図ったが大土地所有制度が改革されずに農業が停滞を続けたため、戦争による国民生活の負担と相まって1960年代には 多くのポルトガル人がアンゴラを中心とする植民地や、フランス、ルクセンブルクなどの西ヨーロッパ先進国に移住した。1968年にサラザールが、不慮の事故で、渾水状態に陥り、後を継いだマルセロカエターの首相も戦争継続と、エスタドノボ体制の維持においては、サラザールと変わることはなく、国内では、学生運動が激化し、 さらに戦時体制を支えてきた財界の一部も、離反の動きを見せた。軍内でも、植民地戦争が泥沼化する中で、社会主義を掲げるアフリカの解放勢力が、解放区での民政の向上を実現していることを目撃した、実戦部隊の中堅商工の間に戦争への会議が芽生えつつあり、1973年9月には、ポルトガル領ギニアで勤務した、 中堅商工を中心に、大運動が結成された。翌1974年3月、大運動は全軍を包括する、国軍運動に再編された。自由の日、4月25日万歳、カーネーション革命を記念する壁が1974年4月25日未明、国軍運動の実戦部隊が突如反旗を翻した。 反乱軍に加わった民衆はヨーロッパ史上最長の独裁体制となっていたエスタドノボ体制を打倒し無欠のうちにカーネーション革命が達成された革命後共産党と社会党をはじめとする全ての政党が合法化され秘密警察ピデが廃止されるなど民主化が進んだが新たに大統領となった MFA のアントニオで スピノラ将軍は革命を抑制する方針を取ったために MFA と各政党の反対にあって9月30日に辞任し、首相のバスコ・ゴンサウベス、共産党書記長のアルバロ・クニャル、MFA 最左派のオテロ・デカルバーリョと結んだコスタゴメス将軍が大統領に就任し、革命評議会体制が確立された。革命評議会体制の下で、 急進的な農地改革や大企業の国有化が実現されたが、1975年の議会選挙で社会党が第一党になったことを契機に社会党と共産党の対立が深まり、1975年11月までに共産党系の軍人が失脚したことをもって革命は恩恵路線に向かった。この間、海外植民地ではすでに1973年に、 独立を宣言していたギネービサウをはじめ、アフリカ大陸南部の二大植民地アンゴラとモザンビーク、大西洋上のカーボベルデとサントメップリンシペなども、各国の独立を承認した。一方、ポルトガル領ティモールでは、ティモールの主権をめぐって、独立勢力間の内戦が勃発し、内戦の末に、東ティモール独立革命戦線が全土を掌握したが、12月に、 インドネシアが東ティモールに侵攻し、同地を実質的に併合した。こうしてポルトガルは1975年中にマカオ以外の植民地を全面的に創出し、レトルナドスと呼ばれたアフリカへの入植者が本国に帰還した。1976年4月には階級なき社会への移行と、 社会主義の建設を標榜した急進的なポルトガル1976年憲法が制定されたが、同年の議会選挙では左翼の共産党を制した中道左派の社会党が勝利し、マリオ・ソアレスが首相に就任した。ソアレスの後にダコスタ、モタ・ビンとピンタ・シルゴと3つの内閣が成立したが、いずれも短命に終わった。1979年の議会選挙では、 民主同盟が勝利し、サーカルネイロが首相に就任した。しかし、民主同盟は、サーカルネイロが自己死したことによって崩壊し、以降のポルトガルの政局は、左派の社会党と右派の社会民主党を中心としたに、大政党制を軸に動くこととなった。1985年の議会選挙では、社会民主党が第一党となり、アニーバル・カバコ・シルバが首相に就任し、 翌年1986年1月1日にポルトガルのヨーロッパ共同体加盟を実現したが、同月の大統領選挙では、社会党のソアレスが勝利し、左派の大統領と右派の首相が並存するコアビタシオン体制が成立した。その後もコアビタシオンが続く中、カバコ・シルバのもとで1987年には、急進的な憲法が改正され、EC 加盟が、 追い風となって1980年代後半は高い経済成長が実現され、さらに国営企業の民営化も進んだ。1990年代に入る経済が失速したことを受けて、1995年の議会選挙では社会党が第一党となり、アントニオ・グテイレスが首相に就任した。さらに、 翌1996年の大統領選挙でも社会党のジョルジェ・サンパイオが勝利し、80年代から続いたコアビタシオンは崩壊した。社会党政権の下では1998年のリスボン万国博覧会に伴う経済ブームや民営化政策の進展により、1995年から2000年までにネオ平均3.5%と高度な経済成長を達成し、 同時に、社会民主党政権が放置していた貧困問題にも一定の対策が立てられ、ヨーロッパ連合の指導に伴って1999年に欧州統一通貨ユーロが導入された。しかし、2000年代に入って経済が停滞すると、2002年の議会選挙では、右派の社会民主党が第一党となり、ドゥラン・マローゾが首相に就任した。 この時期の旧植民地との関係では1996年にポルトガル五諸国共同体が設立され革命以来冷却化していた旧植民地とポルトガルの関係が発展的な形で再び拡大した1999年にはマカオが形式的にも中華人民共和国に返還され実質上植民地をすべて手放した2002年 名目上ポルトガルの植民地だった東ティモールがインドネシアの占領、実行支配から独立を果たした。こうして1415年の大航海時代の始まりとともに生まれたポルトガル帝国は21世紀の幕開けと同時にその歴史を終えて消滅した。共和国議会が置かれているサンベント宮殿大統領府、ベレン宮殿大統領を原始とする 立憲共和制国家であり、20世紀においては、第二次世界大戦前からの独裁制が長く、続いたが、1974年4月25日のカーネーション革命により、48年間の独裁体制が崩壊した。一時は、主要産業の国有化など左傾化したものの、1976年4月2日に、新憲法が発布された。 同年4月25日に自由な選挙が行われた。社会党、人民民主党、民主社会中央党が躍進した。1976年のマリオ・ソアレス政権、成立から1986年の EC 加盟までの10年間は、急進路線による経済の歪みを是正するための期間であった。憲法の制定により民主主義が定着し、さらに1979年の 保守中道政権樹立以降、行き過ぎた社会主義を修正している。さらに、1983年に、社会党、社会民主党の連立政権樹立以降、両党を中心とする二大政党制となっている。社会党のソアレスは、1986年2月の大統領選挙で辛くも勝利し、1991年1月に大差で再選された。他方、 1987年と1991年10月の総選挙では、アニーバル・カバコ・シルバ率いる社会民主党が過半数を制して圧勝し、共に中道ながら左派の大統領と右派の首相が並び立つことになった。1989年6月には憲法が全面的に改正され、社会主義の理念の条項の多くが削除された。 1995年10月、10年ぶりに、社会党が第一党に返り咲き、翌1996年1月、社会党のジョルジェ・サンパイオが、大統領に選出された。政府は直接普通選挙で選出される任期5年の、大統領、議会の勢力状況を考慮して大統領が、任命する首相が率いる、行政府、 任期4年の230人の議員で構成された一員制の共和国議会からなる立法府及び国家最高裁判所を頂点とする司法府により構成されている。大統領は首相の任命、解任、法律、条約への署名、拒否、議会の解散、総選挙の決定、軍最高司令官、非常事態宣言の発出などの権限を有するが、 多分に名誉職的な性格が強く、ほとんどの行政権限は、議会で多数得た政党から選ばれる首相が、掌握している。ポルトガルの軍隊は、正式には、ポルトガル国軍と呼ばれる。2005年時点で、陸軍22,400人、海軍14,104人、空軍8,900人。他に、国家憲兵として、ポルトガル共和国国家警備隊六甲旅団を、 用している。2004年11月に徴兵制が廃止され、志願兵制度が導入された。ポルトガルが外交施設を派遣している諸国の一覧図、など、o e c d エフタの原加盟国であり、独裁政権崩壊後の1986年には EC に加盟した。現在は EU 加盟国であり、EU は現在のポルトガルにとって、 最も重要な政治的交渉主体である。ヨーロッパとの関係では、伝統的に、イギリスとの関係が深く、現在も1373年に締結された、英法永久同盟条約が効力を保っている。旧植民地のブラジルとは特に関係が深く、ブラジルとは文化的、経済的、政治的な関係を強く保っている。EU とブラジル以外では、 アンゴラやモザンビークなどの旧植民地諸国と関係が深く、1996年にはポルトガル語諸国共同体を加盟国と共同で設立した。ポルトガルは1990年代から CPLP 加盟国のアンゴラやモザンビークなどのルゾフォニア諸国にポルトガル語教師の派遣を行っており、東ティモールの独立後にも同国に様々な援助を行っている。 2004年時点でポルトガルは国内外で国際武力紛争を抱えていないが1801年以来隣国であるスペインが実行支配しているオリベンサの領有権を主張しているため同国と対立している。しかし一般的には EU 加盟後の国境解放もあって隣国であり文化、価値観、言語の類似性を共有するスペインとの関係は概ね良好である。 同時にスペインとの間には両国を統一すべきで、あるとのイベリズム思想も存在する。ポルトガルの日本人奴隷貿易1543年、ポルトガル人が日本に初めて来て、以降、16から17世紀にかけて、ポルトガル人が日本人を奴隷として買い付け、ポルトガル本国を含む海外の様々な場所で売り付け、大規模な奴隷交易へと発展した。 天正十年ローマに派遣された天正圏王少年施設団はモザンビークや欧州など世界各地で多数の日本人が奴隷の境遇に置かれている事実を目撃し衝撃を受けている。豊臣秀吉のことを伝える九州五道崎にはバテレンどもは諸州を自分たちのキリスト教に引き入れ、それのみならず男女数百の日本人を黒船へ買い取り、手足に 鉄の鎖をつけて船底へ追い入れ、地獄の苦しみ以上に生きながらに川を剥ぎ、あたかも畜生堂のありであるとの記述がある。道崎には当時の日本人奴隷の境遇が記録されているが、黒人奴隷の境遇と全くと言ってよいほど、同等である。2015年でも、ポルトガル人の約31%が、子供がアジア人を愛するようになると不快に感じると、 報告している。ポルトガルには現在308都市4261地区が存在する。その地域区分は共和国憲法で定められているものと欧州連合によるものが採用されている。2000年時点の都市人口率は53%とヨーロッパ諸国としては例外的に低いため大都市が少ない。 多くのヨーロッパ諸国の都市人口率は70%から90%である。ヨーロッパにおいてポルトガル以外に都市人口率が低いのはアルバニアやセルビア、スロベニアなどのバルカン諸国である。地形図アルガルベの海岸アソーレス諸島のピコ島、アイスランドに次いでヨーロッパ諸国の中で最も西に位置する。イベリア半島西端に位置し、 国土は南北に長い長方形をしている。本土以外に、大西洋上のアソーレス諸島、マデーラ諸島も領土に含まれる。いずれも、火山島である。アソーレス諸島は7つの主要な島からなり、シュトリスボンからほぼ真西に5 0 0キロ離れている。マデーラ諸島は4つの主要な島からなり、南西に900キロ離れている。ポルトガルの最高峰は、アソーレス諸島のピコ島にそびえるピコ山。 標高は2351メートル。富士山などと同じ清掃火山である。本土の最高地点は北部に位置するエストレーラ山脈中のトーレの標高1991メートル。エストレーラとは星を意味する。東部は山岳であり、西部に海岸平野が広がっている。ほとんどの山脈が北東から南西に向かって走っており、北部ほど海岸平野が少ない。 主要河川である定所川が国のほぼ中央部を東西に流れており、定所川を境として南北に山脈の景観が変わる。シュトリスボンは定所川に川口部分で面し、最大の海岸平野の端に位置している。南部に向かうにつれて山脈はなだらかになり、丘陵と見分けがつかなくなっていく。ポルトには同国第二の河川である道路川が流れている。 このような地形であるため、規模の大きな故障は存在しない。全、水面積を合計しても440平方キロメートルにとどまる。また、沿岸部には、ポルトガル海流が南西に流れている。本土は、北、大西洋に面しているものの、欠片の気候区分では、地中海性気候に属する。地域差は大きく、季節の変化も著しい。大西洋岸には、 寒流のカナリア海流が北から南に流れており、井戸の割に気温は低く寒暖の差が小さい。夏は涼しく、冬は降雪を含み雨が多い。年間降水量は1200から1500ミリである。中部の冬季は北部と似ているが、夏季の気温が上がる。年間降水量は500から700ミリである。南部は典型的な地中海性気候で、 夏季の雨量が少なく年間降水量は500ミリを下回る。ほとんどの地域で夏季の気温は20度を超え、冬季は10度まで下がる。シュトリスボンの気候は年平均気温が摂氏21度、1月の平均気温が摂氏11.2度、7月は摂氏22.8度。年降水量は706ミリである。冬季の雨量は100ミリ程度だが、 下記は数ミリにとどまる。ポルトガルのコルク2013年のポルトガルの GDP は約2199億ドルであり、日本の埼玉県よりやや大きい経済規模である。同年の一人当たりの名目 GDP は2727ドルで世界平均の約2倍だが EU 加盟国の中では平均を下回る。1975年に植民地を一度に失ったため、 石油を中心とする原料の安価な調達ができなくなり、アンゴラやモザンビークから大量の入植者が本国に引き上げたことも重なって、経済は大混乱に陥った。1986年のヨーロッパ共同体加盟以来、ポルトガル政府は金融、情報通信の分野を中心に国営企業の民営化を進め、経済構造はサービス産業型に転換しつつある。 1999年1月にユーロ導入。2002年1月1日から EU 共通通貨ユーロが流通している。2000年以降 GDP 成長率が1%を割り始めた。一人当たり国民所得は加盟国平均の70%程度に止まる。主要産業は農業、水産業、食品、繊維工業、観光、地中海性機構を生かし、 オリーブ、小麦、ワイン、コルクの生産が盛んである。オリーブ油の生産口は世界7位でワインの生産は第10位。第1次産業人口比率は12.6%。土地利用率は農地と牧場で森林も多い。またエネルギー分野では代替エネルギーに力を入れている。電力消費の 約40%は代替エネルギーで賄われており、政府は2010年までに代替エネルギー比率を45%にする目標を掲げている。また、波力発電のトップランナーを目指し研究を重ねている。工業資源には恵まれていないが、鉄、銅、鈴、銀などを算する。特筆すべきは、世界第5位のタングステン荒金であり、2002年時点で700トンを、 産出した。主な鉱山はパナスケーラ鉱山。食品工業、繊維工業などが盛んである。2002年時点では輸出255億ドルに対し輸入は383億ドルと貿易赤字が続いており、出稼ぎによる外貨獲得に頼っている。貿易形態は自動車、機械などの加工貿易である。主な輸出品目は自動車、 電気機械、衣、e、類で、主な相手国は、スペイン、ドイツ、フランス。主な輸入品目は、自動車、機械、原油で、主な相手国は、スペイン、ドイツ、フランス。2002年時点では、日本への輸出が1.7億ドル。主な品目は、衣、e、類、コンピュータ部品、コルク。日本が輸入するコルクの3分の2は、ポルトガル産である。 タングステンの輸入元としてはロシアに次いで2位で、輸入が6.5億ドル。主な品目は、乗用車、トラック、自動車部品である。2012年になっても経済は復興せず、ポルトガル人の中には、母国の経済的苦境から逃れるためにモザンビークなど、旧植民地に移民する動きがある。国内交通の中心は道路であり、リスボンとポルトを中心とした高速道路網が整備。 されている。原則として有料である。主な高速道路は以下の通り。リスボン、ポルト、ファロが主な国際空港。またこれらの空港からマデーラ諸島やソーレス諸島などの離島への路線も出ている。ポルトガル五県諸国を表す地図ジェロニモス、修道院コインブラ大学ポルトガルの国民の大部分はポルトガル人である。ポルトガル人は 先住民であったイベリア人にケルト人、ラテン人、ゲルマン人、ユダヤ人、ムーア人が根血した民族である。かつてポルトガルは移民喪失国であり、特にサンパウロ州でのコーヒー栽培のために奴隷に代わる労働力を欲していたブラジルには19世紀後半から20世紀初めまでの期間にかけて多くのポルトガル人が移住した。しかし、ブラジルの生活環境や 労働環境に耐えられず帰国するものが多かった。ブラジル以外にもベネズエラ、アルゼンチン、ウルグアイなどのラテンアメリカ諸国に多数のポルトガル人が移住した。また、アンゴラやモサンビークなどアフリカのポルトガル植民地にも多くのポルトガル人が移住した。1960年代から1970年代にかけてはフランスやスイス、ルクセンブルクなど 西ヨーロッパの先進諸国への移民が増えた。しかし、1973年のオイルショックによる先進国での不況やカーネーション革命による植民地の放棄により多くの在アフリカポルトガル人が本国に帰国し、代わりにカナダ、アメリカ合衆国への移住が行われるようになった。このように移民喪失国だったポルトガルも近年ではブラジルをはじめ、ウクライナ、 ルーマニア、カーボベルデ、アンゴラ、ロシア、ギニアビサウなど、旧植民地や、東ヨーロッパからの移民が流入している。言語は、インドヨーロッパ語族ロマンス語系のポルトガル語が、公用語である。1999年ブラガンサ県のミランダと道路で話されている、ミランダ語が、同地域の公用語として認められた。また、ポルトガルの北に位置するスペインのガリシア地方の言語、 ガリシア語はポルトガル語とは非常に近く、特に道路川へ北のポルトガル語とは音韻的にも共通点が多い。宗教はローマカトリックが国民の97%を占める。ファティマはマリア出現の地として世界的に有名な巡礼地となった。婚姻の際には自己の性を用い続ける、あるいは相手の性を 事故の性に前置もしくは放置することを選択することが可能である。1977年の法改正で別姓を選択できるようになった。2011年の時点では既婚女性の60%が婚前の性をそのまま用いている。また、2010年からは同性同士の婚姻が認められるようになった。6歳から15歳までが基礎教育機関であり、 6歳から10歳までが初等学校、10歳から11歳まで、12歳から15歳までが2期に分けられる準備学校となっている。前期中等教育を終えると15歳から18歳までが中等学校であり、後期中等教育は普通コース、技術、職業教育コース、職業教育コース、芸術教育専門コースなどにコースが分かれ、 中等学校を終えると高等教育への道が開ける。ポルトガルの初等教育から中等教育にかけての問題としては、留年率の高さなどが挙げられる。主な高等教育機関としては、コインブラ大学、リスボン大学、ポルト大学、リスボン工科大学、ポルトガルカトリカ大学などが挙げられる。大学は1974年のカーネーション革命以降急速に新設が進み、 それに伴い学生数も増加した。2003年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は93.3%であり、ヨーロッパ諸国の中ではマルタに次いでセルビア・モンテネグロと並ぶ低さだった。なお、第一次世界大戦直前の識字率は約25%だった。ポルトガルの文化はイベリア半島にかつて居住していたケルト人、ローマ人、 アラブ人などの影響を受けながらカトリックを基盤にポルトガル人によって育まれてきた。政治や経済においてポルトガルはイギリスの強い影響を受けてきたが文化面ではイギリスの文化の影響よりもフランスの文化の影響が強い。隣国スペインと同様に闘牛の文化もある。なおポルトガルの文化とブラジルの文化を象徴する言葉に教習を表す。 サウダージという言葉がある。ポルトワインポルトガルのフェジョアーダポルトガル料理は、魚介類を使うことが多く、イワシ、サバ、アンコウなどの多様な魚の中でも、特にヒダラがよく用いられる。穀物としては小麦、トウモロコシ、ライ麦、米が用いられ、米はヨーロッパで最多の消費量である。他には豚肉が使われる。主な料理として、フェジョアーダ、石のスープ、 ガスパチョ、パステルデナタ、アルフェニンなどが挙げられる。ポルトガルワインは古くから高い品質を保っている。ルイス・デカモイス。ポルトガルの民族女子史、ウズ、ルジアダスを残したノーベル文学小作家、ジョゼ・サラマーゴ。白の闇はブラジルのフェルナンド・メーレリスによってブラインドネスとして映画化されたポルトガル文学は12世紀末の ガリシア・ポルトガル語で、トゥルバドゥールによって歌われた中世女児誌に始まった。16世紀のルネサンス時代には、ポルトガル演劇の父となったジルビセンテや、詩人のサーダ・ミランダなどが現れ、女児誌、ウズ・ルジアダスなどの作品を残した、ルイス・デカモイスは、特に国民的な詩人であるとされている。また、15世紀から17世紀前半にかけては、ポルトガルの海外進出を反映して、 気候文学が栄え、ポルトガル人による西アフリカ探検と奴隷狩りを描いた西アフリカ公開の記録のゴーメスエアネスでアズララに、始まり、ブラジルの発見を記録したカミーニアの書簡のペロバスでカミーニア、東方諸国記のトメピレス、東洋返礼記のフェルナンメンデスピントなどが現れた。17世紀、18世紀のポルトガル文学は不調だったが、 19世紀に入ると1825年にアルメーダ・ガレットのカモン・イースによってポルトガルに導入されたロマン主義はガレットとアレシャンドレ・エル・クラーノによって発展させられ第二世代の破滅の恋などで泥沼の恋愛関係を描いた髪色・カステロ・ブランコによって完成された19世紀半ばからは写実主義のジュリオ・ディニス・エッサ・デ・ケイロス テオフィロ・ブラガなどの小説家が活躍した。19世紀末から20世紀初めにかけて、テイシェーラ・デパスコ・アイスは、ポルトガル独自のアイデンティティを、サウダージという言葉に乱し、このサウドリズムから、ポルトガルの海を残した、大詩人、フェルナンド・ペソアが生まれた。この時期の日本との関わりにおいては、ベンセス・ラウデ・モラエスが特に言及される。現代の著名な作家としては、 修道院回想録や白の闇で知られ、1997年にノーベル文学賞を受賞した作家のジョゼ・サラマーゴやポルトガル近現代史を主なテーマにするアントニオ・ロボアントゥーネスなどの名が挙げられる。カモンイスにちなみ、1988年にポルトガル・ブラジル両政府共同でポルトガル語圏の優れた作家に対して贈られるカモンイース賞が創設された。 ポルトガルの音楽は、旧帝銀遊詩人や、カトリック教会の音楽の影響を受けて、育まれてきた。クラシック音楽においては、19世紀末から20世紀初頭に、かけての文化ナショナリズムの公用からポルトガル的な作品の創作が進められ、ポルトガルの民衆音楽を題材にした、公共曲、祖国を残したジョゼビアナダモッタや、公共曲、カモンイースノルイコエーリ古代、 ルシタニ族の英雄、ビリアトゥスを題材にした、オラトリオ、早々のルイス・デ・フレータス・ブランコなどの名が特筆される。ポルトガル発のポピュラー音楽としては、特にファドが挙げられ、このファドを世界中で有名にしたアマリア・ロドリゲスは、今でも国内外で広く愛されているが、近年では、ドゥルス・ポンテスやマリーザなど、若手の台頭も著しい。ファドには、 リスボンファドとコインブラファドがある。その他にも現代の有名なミュージシャンには、1960年代に活躍し、カーネーション革命の際に、ハンセンカ、グランドラ、ビラモレーナが用いられた、ポルトガルフォーク歌手、ジョゼア・ホンソンの名が挙げられる。なお、日本でも CM 曲として使われたことで有名になった、マドレデウスの音楽は、ファドとは呼び難いが、彼らの音楽も、非常に、 ポルトガル的であることは間違いない。近年はアンゴラからもたらされた既存バやクドゥーロのような音楽も人気を博し、ポルトガルからもブラカソン、システマのようなクドゥーロを演奏するバンドが生まれている。また、ポルトガルは近来です。ブラック、シンフォニックメタルなどのゴシック要素の強いダーク系、ヘビーメタルの良質なバンドを輩出している。ゴシックメタルバンド、ムーンスポールは ポルトガルのメタルシーンを世界に知らしめた。今や、世界のメタルシーンのトップバンドとなったムーンスポールは、ヘビメタルとゴシック系の両方のシーンから、絶大な支持を得ている。ジョゼ・マルハが、ファド・絵画においては、ルネサンス時代に、フランドル学派の影響を受け、この時代にはビゼウ派のバスコ・フェルナンデスとリスボン派のジョルジェ・アフォンソの対立があり、サンビセンテの祭壇画を描いたヌーのコンサルベースが、 最も傑出した画家として知られている。17世紀には、セジェロニモのアベラ・アル・レベロ、ディズボンの前景のドミンゴス・ベイラの他に傑出した画家は生まれなかったが、18世紀になると、ローマで学んだフランシスコ・ビエイラやバロックのドミンゴス、アントニオでセケイラのような、ポルトガル美術史上最高峰の画家が現れた。19世紀に入ると、ロマン主義派のフランシスラ・コ・メトラスが活躍した。 19世紀後半には、絵画でもナショナリズムの商用が目指され、写実主義のもとに、ポルトガル北部の田園風景を描いたシルバポルトや、ファドに見られるようにエリートから隔絶した民衆の世界を描いたジョゼ・マリュアが活躍した。ポルトガルで発達した伝統工芸として、イスラーム文化の影響を受けた、タイルモザイクのアズレージョや、金霊木彫のターリアドラダなどが存在する。 ポルトガルに映画が伝えられたのは1896年6月でリスボンでヨーロッパから持ち込まれた映写機の実演に始まる。その5ヶ月後にはポルトでアウレリオダバス・ドスレースが自作映画を上映した。ポルトはポルトガル映画の中心地となり、1931年にはマノイル・デ・オリベーラによって道路川が制作された。オリベーラは ネオレアリズムの先駆的作品となったアニキボボなどを撮影した後、西ドイツに渡り、1950年代にポルトガルに帰ってから画家と街などを撮影した。1960年代に入ると、フランスのヌーベルバーグとイタリアのネオレアリズムに影響を受けて、ノボシネマ運動が始まり、青い年のパウロローシャやジョアン・セイザル・モンテーロらが活躍した。 現代の映像作家としては、バンダの部屋のペドロコスタの名が挙げられる。ポルトガル国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が12件、自然遺産が1件存在する。詳細は、ポルトガルの世界遺産を参照。サッカーが盛んであり、1934年に、国内の一部リーグスーペルリーガが創設され、主なプロクラブとして、SL ベンフィカ、 FC ポルト、スポルティング・クルーベでポルトガルの名が挙げられる。ポルトガル代表は、初出場となった1966年のイングランド大会以降、1986年のメキシコ大会、2002年の日韓共同大会、2006年のドイツ大会、2010年の南アフリカ大会、2014年のブラジル大会と、合計6回のワールドカップに出場している。 クリスティアーノ・ロナウド、エウゼビオ、マヌエル・ルイ・コスタ、ルイス・フィーゴなどを筆頭に有名な選手を数々輩出している。競合国と言われながら長い間国際タイトルには恵まれていなかったが、ユーロ2016の決勝で開催国のフランス代表を延長戦の末に下し、悲願の国際タイトル獲得を果たした。陸上競技においては1984年の ロサンゼルスオリンピック男子マラソンで金メダルを獲得したカルロス・ロッペスや1988年のソウルオリンピック女子マラソンで金メダルを獲得したロザモタ世界陸上イエーデボリ大会とアトランタオリンピックで1万メートルを優勝したフェルナンダ・リベーロが挙げられるポルトガルの闘牛はスペインとは異なり基本的には牛を殺さないがスペイン国境地帯のバランコスでは ポルトガル全土で唯一牛を殺す闘牛が行われている。王族以外のポルトガル出身者、関係者を挙げる。ありがとうございます。